六甲全山縦走の練習3回目で、飯盛山に登りたいと思います。登るというかトレーニングしに行きたいと思います。最近膝の調子が悪くて、とりあえず今日昔履いてたランニングの時に履いてたサポーター履いてきました。で、靴もなんか靴が悪いのかなと思って、キーの靴を履いてきました。市場のあてにも行こう。頑張って、結構階段が多いんでトレーニングにはいいと思うんで、市場のあての方に降りたいと思います。何やろうこれ、休憩スペースなんだけど、これもあれかな、石垣さっきんとこ降りてきたところ、なんかちょこっとだけ石垣が残ってるって言ってたけど、それの一部かも。これ多分ずっと階段ですよね、これ。市場なんて神社まで、またなんか出たのかな。でこっちかな、これ忘れちゃったわ、久しぶりすぎて。めっちゃ牡蠣乗ってる、びっくりした。ほんで、じゃあちっこい。階段ずっと下ってきて、あ、ここが四条の手神社か。ちょっと行ってみようか。あ、予約やねんな。そっか。七五三ですっごい
なんか華やかやわ。ちょっと恥ずかしいです、この格好が。願掛け登山のあれありました。はい、野崎社、四条なんて神社降りて、一駅ですね、JR。一応ノンストップで走って戻ってきました。心拍はそんな問題ないねんけど、やっぱ足やな、筋力が。で、今日、家から、マイカーで初めてここまで来て、また、マイカーちゃうな、これ。マイ自転車で自宅まで帰ろうと思います。だいたい1時間ぐらいでしたね、来た時。はい、はい、じゃあ本番まであと1週間どうなるか分からんけど頑張ろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。